魏四十七図、早見東西門三鷹早見三鷹元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤楼市四十七氏の一人、通称は東西門。備前国岡山藩家臣の山口家城の三男として、誕生。山口家の家督は、兄のは恵比寿が継いだため、元禄元年に、張馬国阿後藩の家臣、早見万期の婿養子になる。 元六十二年八月二十二日、養父の隠居により家督相続し百五十国の相続が許された馬回り役として仕えた。元六十四年三月十四日の主君、浅野長典の伝中人情の際には、江戸にいた。その後、茅野重金と共に、長典の養子の浅野長広の書状を携え、阿光へ第一報を伝える旧止となる。阿光城到着後は、 大石義雄派として行動し、阿古城会場後の5月3日に、大石義雄へ、司令腐敗の誓約書を提出した。しばらく阿古に住んでいたが、8月には、京都へ移った。11月に、大阪で、橋本平左衛門が、遊女厚と侵入した際には、同じ岡林直行の組に属していた、藩士である三鷹が、その後始末をした。また、 元六十五年二月と三月の二度にわたって、兄に金の無心をしており、このあたりから金がつきたと思われる。十月七日、大石義雄の友をして、江戸へ下校し、義雄と同じ日本橋国町三丁目小山屋で暮らした。平手打入りでは、表門体に属し弓屋で戦った。早見は、休日では、海大無双と称えられた星野重則に指示した弓の名手であり、 キ家家臣たちも、早見の弓の命中率の高さに怯えたという。打ち入り終了後は、熊本藩の上屋敷に預けられた。元禄16年2月4日、細川家家臣、シン、宗オ英門の解釈で切腹。去年40、主君、浅野長典と同じく仙学寺に葬られた。法名は、母、良犬神事。なお現在、早見と書いては、闇と読む一族は、 すべて同じ一族との説もある。ありがとうございます。